300メートル走を攻略しよう。どうもこんにちは、川瀬です。皆さん練習なので300メートルって走られたことあるでしょうか？ちょっとねきついなと思いつつもですね、300メートル好きな方って多いんじゃないでしょうかね。通常ね、陸上競技100メートル、200メートル、400メートルとね、正式種目あるんですけども、練習の中でね、300メートルってよくやる距離ですよね。この中途半端な距離である300メートルがですね、最近では競技会でですね、タイムも測られるようになったりとか、国体の種目としてですね、正式採用されたりとか、今後ね、陸上競技をやる中でね、300をやる選手っていうのもね、増えてくるんじゃないかなと思います。なので今回はですね、この300メートルを速く走るための走り方、コツ、あと戦略、そして具体的なトレーニングの方法ですね、解説をしていきたいと思います。僕もね、もう少し若い頃はですね、まあ練習の中のベストではあるんですけども、300メートルはね、32秒台で走っていたことがありますので、そのあたりのね、コツとか、速くね、走れる方法というのをですね、詳しく紹介していきたいと思います。なので300メートルに限らずですね、100メートル、200メートル、400メートルをもっともっと速くしていきたい。その中でね、300ってね、どうやって走ればいいかな。そのあたりね、知りたい方はですね、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてもらうといいんじゃないかなと思います。このチャンネルではですね、陸上競技短距離走に関する速く走るためのトレーニングの方法や理論、考え方のですね、他にもたっぷりと紹介していますので、チャンネル登録していただいて、他の動画もぜひチェックしてみてください。では、早速やっていきましょう。はい、それではですね、300メートル走についてですね、もう少し詳しく見ていきたいと思います。まあ、オリンピックとかね、世界陸上、このあたりの大会ではですね、正式種目としては採用されていないんですけども、先ほども言った通りですね、皆さんのね、地元の大会やですね、記録会などでもですね、300メートルね、測ることができるよっていうものもあるんじゃないでしょうか。僕もですね、先日初めてね、300メートル出てみたんですけども、やはりね、練習とは違って、スターティングブロックから出ていくことやですね、まあ、ちょっと昔のようなスピード持久力はなかったので、タイムはね、あまり出ませんでしたけども、しっかりとね、レースのコツ、それから走り方などをね、掴むことができればですね、いい記録っていうのはね、出していけるかなと思いました。で、まあ、記録会とか、まあ、正式種目にね、限らずですね、トレーニングなどでもね、よくやる種目ですよね。なので、練習の皆さんベストなどもね、持っているんじゃないでしょうか。その中で、例えば世界記録、それから日本記録ってどれぐらいか皆さんご存知ですかね。まず世界記録なんですけども、これはウェイド・バンニー・キルク選手ですね。400メートルの世界記録保持者が300メートルの世界記録を持っているということですね。その記録30秒81ですね。めちゃめちゃ速いですよね。単純に3で割ってもですね、10秒2とか、それぐらいでね、ずっと走り続けるという計算なので、尋常じゃない速さとスピード持久力ってことがね、わかるかなと思います。で、バンニー・キルク選手ね、400メートルね、世界記録を持っているんですけども、100メートルも9秒台、200メートルも19秒台とね、スピードもかなり持ち合わせているので、やはりね、この300メートルでも世界記録をね、達成するだけのですね、材料を揃えているかなと思います。女子の記録だと、ミラー・ウィボ選手ですね。これもね、世界大会の400メートルね、メダリストでありますけども、34秒41ですね。まあ、日本の男子高校生の中でもですね、かなり速い方の記録がね、34秒台。そういった形になってくるかなと思いますので、これもね、やはりね、驚異的ってことがわかりますよね。それから日本記録、僕はですね、男子は藤光健二さんですね。僕の大学の先輩になりますけども、32秒21という記録をね、持っていますね。藤光さんは200メートルのスペシャリストではあるんですけども、もちろん100メートルも10秒2台で走ることができますし、400メートルに関してもですね、人生で初めて走った400メートルの日本記録、46秒1だったかな、これを持っているかなと思いますので、スピード持久力も非常に長けているということがね、わかるかなと思います。女子の選手だと、青山聖夏選手ですね。これはやはり400メートルのスペシャリストかなと思うんですけど、37秒08という記録をね持っていますね。なのでこれから言えることはですね、やはり400メートルの選手が強い種目ではあるんですけども、その中でもやはりですね、100メートルも9秒で走ったりとか10秒前半で走るスピードを持っているということ、そして400メートルと200メートルももちろん速いと。なのでスプリント界のマルチな選手ですね。どの距離もその国のトップレベル、世界のトップレベルで走ることができる選手というのがやはりこの300メートルの強いと言えるわけですね。なので皆さんね、走ってみてわかるかなと思うんですけど、やはりですね、スタミナというところもね、大事かなと思うんですけども、ベースとなるスピードが整っていないとですね、300のタイムってなかなか出てこないですよね。それではこの300メートル走を速くしていくポイントについて次は解説をしていきたいと思います。はい、それではですね、300メートル走のポイントね、5つまとめてみましたので、それね、意識しながらですね、走ってみるとですね、記録など
もね出てくるかと思いますので参考にしてみてください。まず一つはですね、積極的な加速というところですね。これね 200m 以上の距離ではあるんですけども、加速つまりスタートがですね直線から出る種目なんですね。なのでコーナーから出る 200m、400m と比べてですねスピードに乗せやすいというね特徴はあるかなと思います。つまり直線のスタートということは 100m とほぼ同じというわけですよね。まあ、ちょっとレーンによっては例えば1レーンだと若干ですねコーナーからのスタートにはなってくるんですけども、まあスターティングブロックのね位置をねうまく調整することで直線的にね出ることが可能かなと思います。なので直線でですねスムーズに加速ができるということで、最初の50メートル、60メートルはですね、積極的に入っていくことがね、求められますね。練習などでもですね、200メートルをタイムトライアルするときと300メートルをタイムトライアルするときですね、あんまり入り方のですね、力感、パーセンテージはね、変わらないかなと思います。なので直線でしっかりと加速をして、高いスピードを保ったままコーナーに突入していけるかどうかというのがね、ポイントになってきますので、加速は積極的に行っていきましょう。やはりね、距離もね、長くてですね、運動時間もですね、まあレベルによりますけども、33秒から40秒ぐらいでね、長いので、ちょっとね、後半ね、バテてしまうのが怖いかなと思うんですけども、やはりね、スプリント、短距離走にはなってきますので、最初の積極性というのがね、とても重要かなと思います。それからポイント二つ目、この加速のところのテクニックなんですけども、やはりね、後半のところも考えてですね、重心を転がすようにですね、楽に加速をしていく、省エネでスタートしていくっていうのがね、とっても重要になってくるかなと思います。 400m 走のバックストレート、以前ねこちらの動画でね紹介させてもらってるんですけども、意識としてはですねまるで坂道を走っていくようなイメージなので、やや自分の重心を前方向に倒してですね、その崩れた重心をうまくね体の前でね拾っていけるかどうか、そういったねできるだけエネルギー消費を抑えた形の走り方っていうのがね求められるわけですよね。でやはり 300m も後半の 200m、まあラスト 100m をね考えてみるとですね、最初スタートはですねやはり積極的には行くんですけども、あまりここでやはり力を使いすぎてしまうとですねラストで足が止まって結果的に総合的にねタイムは伸びてこないってことも考えられますので、積極的に行くんだけどもしっかりと重心の崩れを使っていく。なので具体的にはですね若干上半身を前に倒してですね、そうすると勝手にね足が前方向に出てきますので、それを体の前でくる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 回していくようなイメージでですねトップスピードに乗せてもらいたいなと思います。なのでただ単純にですねがむしゃらに最初の 100m ね突っ込んでいくのではなくてですね、できるだけね省エネを意識した加速スタートダッシュっていうのをねやってもらいたいなと思います。以前ですねこちらの動画で省エネスタートのね説明もさせてもらってるので、もちろんね 300m に限らず 100m、200m でもね生きてくるテクニックになってきますので、この後ねぜひチェックしてみてください。次ポイント3つ目ですね、コーナーの入り口ですね。つまり 100m 加速してきた後になるんですけども、ここでリズムダウンしないっていうのがねとっても重要になってきます。どうしてもですね最初頑張って 100m ね突っ込んだとするとですね、コーナーで少しねサボりたくなっちゃうんですね。これは 300m に限らずに 400m のね途中でも思うことですよね。ただしやはりトップレベルの選手、速い選手というのはですね、このコーナーでリズムを落とさないというねテクニックを使っていますよね。なのでコーナーに入ってくるとですね、まあ、自分の軸がややね斜めに傾いてですね、まるで内側に壁があるかのようなイメージでコーナー走にね入っていくかなと思うんですけども、それを作りながらですねリズムを落とさない、これをね意識してやってみてもらいたいなと思います。落ちそうだったらですねもう一度そこからギアを変える感じでもね OK ですね。で僕のコーナリングのイメージなんですけども、コーナーに突入したらですね目線をですねコーナー出口の方に向けてあげると自然なね内傾っていうのがね取れるかなと思いますのでやってみてください。ただしねコーナーの走り方というのは以前ねこちらの動画でね2パターン紹介していますので、皆さんも走りやすい形っていうのをね自分なりに見つけてもらうといいんじゃないかなと思います。それからポイント4つ目ですね、 200m の通過、ここはですね自分の 200m のパーソナルベストぐらいでは入っていきたいっていうところですね。なぜかというと最初にも言った通りですね、加速は直線で行うことができます。そしてコーナーに高いスピードレベルで突入していくということなので、最初の 100m は単純にですねコーナーを走ってくるよりも速いわけですよね。なので直線コーナーの 200m が自分のねパーソナルベストぐらいでもし行くことができればですね、ラストの 100m を粘り切ることで300のタイムを出すことができますよね。とはいえどもですね、このレースパターンっていうのはいくつかね皆さん自分でね試してみるのをお勧めします。今言った通り直線コーナーの 200m を自分のね200のパーソナルベストぐらいで突っ込んでみるのもいいですし、それだと完全にラスト止まってしまうという場合ですね、スタートしっかりと積極的に出ると、でコーナーに途中にしたらリズムはキープするんだけど、それ以上ね力を使わないようにしてみるとかね、もしくは最初の直線をですね
100% に近い形ではなくて、70、80% で入った方がラストまでね、総合的にタイムが出るという場合もありますよね。ここは皆さんの持っている100メートルのベストタイムでしたり、あと専門種目ですね。100が得意なのか400が得意なのかにもよるかなと思います。なので、今の自分に合った300メートルのレースパターンっていうのをですね、いくつか試してみて、しっくりくるんですね、選んでみてもらうといいかなと思います。ただし、やはり、タイムを出していくだけにフォーカスしてみるとですね、最初の200メートルを早く入る必要があるかなと思いますので、最終的にはですね、高いトップスピードを持ってですね、200メートルを自分のパーソナルベストぐらいで突っ込んでみる。そしてラスト100を粘り切る。これがですね、タイムが出てくるポイントかなと思いますので、そういったレースパターンを実現できるようなトレーニングをですね、していく必要があるかなと思います。はい、次、ラスト5個目ですね。ここは最後の100メートル。これもちろんきつい区間ではあるんですけども、意識したいことはですね、ピッチや走りのリズムをキープして、ゴールラインまで駆け抜けるということですね。やはりどの種目でもそうですけども、最後の減速というのはですね、オーバーストライドが原因になってきます。オーバーストライドというのは自分のストライドよりもですね、広い形になってしまって、結果的にピッチが落ちてしまうと。そして広がった分のストライドでは、その落ちたピッチをカバーできないので、結果的にスピードがどんどんと低下していくという状態ですね。なのでやはり後半になって体が動かなくなってくるとですね、足は遠くにつきたくなりますよね。そして地面ももうちょっと蹴って痛くなるかなと思います。そういった現象がオーバーストライドを生むわけなので、ラスト100メートルは上がってきたスピード、200メートルまで駆け抜けてきたスピードをできるだけキープしていくよう、そしてリズムを落とさないように走っていくよという形でですね、粘ってみてもらいたいなと思います。まあスピード持久にね、自信がある選手はですね、まるで200メートルを走るかのようなコーナー出口の意識ですとか、ラスト100メートルの、ね、走り方っていうのができるかと思うんですけども、やはりね、そこまで持っていくためには高いね、トップスピードを持っているかということ、そしてある程度ですね、練習量をこなしているかということ、400メートルをね、走り切れるぐらいのですね、スピード持久力、筋持久力を持っているかということ、そのあたりもね、重要になってくるかなと思いますので、次はですね、トレーニングの方法をですね、具体的に見ていきたいと思います。じゃあ300メートルを伸ばしていくためのトレーニングですね、ちょっと2パターンに分けてみます。まず一つは、トップスピードを向上させていくっていうものですね。やはりベースとなるスピードを持っていないとですね、出てくるタイムっていうのはね、限られてきちゃう。限界がすぐ来てしまうかなと思いますので、まずこのトップスピードを高めていくっていうのがね、とっても重要ですね。それからもう一つは、スピードのキープ能力ですね。高いスピードを持っていたとしてもですね、約30秒から40秒間動かし続けられる体の能力でしたり、後半ね、スピードを落とさない走りのテクニック、こういうものをね、持ち合わせていないとですね、結果的にタイムは出てこないですよね。なので、この2パターンを考えていきたいと思います。まずはじゃあ、トップスピードを上げていく方法ですね。これを3つだけ紹介していきたいと思います。まあ、トップスピードに関しては、以前ですね、こちらの動画でですね、トップスピードを上げる方法、これを詳しくですね、ドリルいっぱい紹介していますので、この後ね、ぜひチェックしてみてください。まあ、極論言ってしまうとですね、陸上競技の練習、短距離走の練習というのは、このトップスピードを向上させることにありますので、まあ、どの動画もね、トップスピードを上げるためのドリルを紹介しているわけなので、うまくね、自分の感覚に合ったものをチョイスしてみてください。じゃあ、ここで紹介するトレーニング一つ目はですね、バウンディングとスピードバウンディングですね。やはり、バウンディングの能力を向上させるということはですね、トップスピードを上げていくにあたって外せないね、ものかなと思います。バウンディングというのはですね、まあ、走るよりもですね、一歩でできるだけ遠くに行きましょうねというね、トレーニングの方法になってきますよね。なので、求められるのは、一歩で大きな力をかけることができる筋力があるかどうか、そして正しい着地のポイントにはまっているかどうか、で、後ろの足を前に持ってくるタイミングですね、シザースのタイミングですね、これが合っているかどうか、などなどね、挙げられるわけですよね。で、やはり100メートル走ね、日本トップレベルの選手でしたり、速い選手というのはね、このバウンディングめちゃめちゃ飛べるわけですよね。立ち5段跳びで言えば15メートルから16メートルも5歩でね、飛ぶことができますし、100メートルバウンディングしていくのであればですね、30歩からですね、33歩ぐらいでいける選手っていうのはね、多いわけですよね。なので皆さんもですね、立ち5段跳び、測ってみる。20メートル、100メートルのバウンディング測ってみるなどしてですね、目安を作ってあげる。そしてそれと比例するように自分の100メートルのタイムが上がってきているかどうかっていうのをね、ぜひ実験してみてもらいたいなと思います。で、バウンディングもそうなんですけども、よりですね、水平方向に力を向けるためのですね、スピードバウンディングというね、トレーニングもとっても重要ですよね。これはバウンディングというよりはですね、大股走と言えるかもしれませんけども、まあ、一歩でね、できるだけ遠くに行くんですけども、上方向に若干ですね、力の方向を向けるバウンディングとは違ってですね、ちょっと水平方向ですね、より前に前に力を向けてあげる方向を調整していくバウンディングの方法ですよね。なので、
例えばですね、20メートル何秒でいけるか測ってみる、100メートル何秒でいけるか測ってみる、友達と競争をしてみるなどしてですね、バウンディングのスピードを次は求めていってほしいかなと思います。やはり重要になってくるのはですね、着地のポイント、自分の真下近くに設置をすることができているかということですね。桐生選手などもよくですね、フラット設置、このあたりの技術の習得でね、スピードバウンディング使いますよね。なのでバウンディングもできた方がいいですし、前方向に早く進むスピードバウンディングもできた方がいいです。ここ2つをですね、目的ややり方っていうのをごちゃごちゃにしない方がいいかなと思いますので、そのね、ポイントはですね、僕の動画でもね、別で紹介していますので、詳しくね、チェックしてみてください。はい、次、二つ目のトレーニングの方法ですけども、アシステッドトレーニングですね。これはアシストなので、自分のスピードを高める、重心を進める、そのアシストをしてくれるようなですね、道具や地形を使うということですね。まあ、例えばトーイング、自分のね、重心のところに、まあ、専門の道具になってきますけども、チューブつけてあげてですね、前から引っ張ってもらうというトレーニングの方法、これはトーイングと言いますね。まあ、ちょっとね、専門の器具ね、必要になってきますので、学校とかね、競技場で借りれるっていう場合ですね、やってみてもいいかなと思います。これのやる時の注意点としてはですね、やはり自分の重心が自分の能力以上に進んでいくわけなので、オーバーストライドですね、スライドが大きくなりすぎないように注意をしてください。なので、進む重心に対して素早く足をね、回すことができるか、ピッチを高めることができるかっていうのはね、重要になってくるので、体の前でですね、すぐ地面を離してあげるっていうね、意識を持ってやってみるといいんじゃないかと思います。それから、アシステッドトレーニング別の方法で言うと、下り坂そうですね。下り坂はですね、5% 未満の緩やかな下り坂がおすすめです。それ以上あるとですね、下り坂に慣れていないとか、そういった場合ですね、どちらかというと、ブレーキ動作がね、大きく出てしまいますので、逆効果になってしまう可能性もあります。なので、自分のね、スピードがより高められる下り坂のね、傾斜っていうのをね、うまく選んでもらうといいんじゃないかと思います。まあ、僕がね、よく使う静岡県のね、磐田市にある競技場は、タータンの下り坂があるので、まあ、スパイク履いてもね、スピードレベル高めた練習ってできるんですけども、なかなかね、そういうとこね、少ないかなと思いますので、近くのね、下り坂でいいね、傾斜のとこ探してもらってやってみてください。で、ここもですね、自分を斜め下に落とし続けるっていうのがね、下り坂層になってきますので、まあ、重力にね、身を任せてあげてですね、素早く体の前で地面を早く離してあげる、そんな意識でね、やってみるとね、自分の持っているスピードプラスアルファですね、出てくるかなと思いますので、やってみてください。まあ、やはりね、最初トーイングも同じですけども、自分のスピードより速い感覚でですね、進んでいる感じがしますので、ちょっとね、怖がらないようにだけね、してもらうといいかなと思います。なのでね、傾斜を調整してみたりとか、引っ張る強さを調整してみるなどですね、すごいね、細かい調整がね、必要になってくるね、高度なトレーニングの方法かなと思いますので、自分一人でやるというよりですね、専門のコーチの方、指導者の方に見てもらいながらやるのがね、おすすめですね。それからもうちょっとシンプルな方法だと、強い追い風の中で走ってみるっていうのもね、アシステッドトレーニングかなと思います。これは特に道具もいらないですし、下り坂というね、サーフェイス、走る地面をね、変化させる必要もないですよね。強い追い風の日に単純にその追い風に乗って走ってみるということですね。まあ、単純に追い風参考、2メーター以上はね、非公認の記録になるようにですね、後ろから風で押してもらうことでですね、重心は自分のスキル以上に進ませることができますよね。なのでその中で体をどうやって動かしていくか、そしてその動かし方っていうのをですね、体に覚えさせることができれば、風がない状態、まあ先ほどで言うと下り坂ではない、前から引っ張ってもらっていない、そんな状態でもですね、高いトップスピードを実現できるだけの体の動かし方を覚えることができるというのがアシステッドトレーニングの目的になってきますので、追い風でね、走ってあげるのもですね、とっても有効かなと思います。はい、もう一つね、トレーニングを紹介すると、これは加速走ですね。やはりね、トップスピードを高めていくにあたって、単純に走りの中でトップスピードをね、引き上げていく、そんな練習は必要になってきますよね。加速走は例えば 10m ぐらい加速してもらって、その後ね、 60m を測ってみるとか、 80m、100m を測ってみる、こういったね、トレーニングの方法になってきます。つまり加速区間のスキルを一旦置いといてですね、スピードが上がった状態でそのスピードをどこまで引き上げることができるか、もしくはキープすることができるかというね、トレーニングの方法になってきますね。で、例えば 100m の加速走をやるとします。まあ、スタートの得意不得意ありますけども、おおよそね、出てくるタイムは自分の自己ベストよりも 0.7 秒ぐらいね、早いかなと思います。なので、例えば10秒5を出したい場合はですね、 100m の加速走で、まあ、手動ケージでいいので9秒8ぐらいではね、走っておきたいということですね。で、やはり先ほどね、やってきたようなバウンディングやアシステッドトレーニングのまとめとしてね、最終的にやはり実践的な走りの練習でですね、トップスピードを出して引き上げていくということがですね、重要になってくるかなと思いますので、
まとめの練習として加速走はやってみてください。はい、それからスピードキープの方の練習ですね。これも3つ紹介していきたいと思います。スピードキープに関しても詳しくはこちらの動画でね、過去に解説をしていますので、たっぷりドリルはね紹介させてもらっているので、そっちもね見てみてください。はい、まず1つ目はですね、ウェーブ走ですね。ウェーブなので走りのペースに波をつけた形でですね、トレーニングしていく方法になってきます。で、ここではですね、 300m も意識していきたいので、250m のウェーブ走をやってみましょう。 50m×5 区間ですね。これでペースに波をつけることでですね、足のギアチェンジ、それから単純に 250m というね長い距離を走っていくわけなので、後半のスピード持久力、このあたりもですね合わせて獲得していきたいと思います。ペースとしてはね、いろんな工夫ができるかなと思います。例えばですね、最初の 50m は 90% ぐらいでいきます。次の 50m は 70% ぐらいまで落とします。次の 50m でまた 90% ぐらいまで上げます。次の 50m でまた 70% ぐらいまで落とします。最後 50m はまた 90% ぐらいで駆け抜けますと、上げ下げ上げ下げ上げでゴールするパターンですね。もしくは最初ですね、60% ぐらいで出ていきます。次の 50m はそれをキープしていきます。次は 80% まで引き上げます。そして次の 50m はキープしていきます。で、ラストですね、 90% ぐらいまで引き上げてですね、高い出力状態でゴールラインを駆け抜けるというね、まあ、いろんなねウェーブ走できるかなと思いますので、ペース配分ね皆さん設定してもらってやってみてください。まあ、単純にね 250m を測ってみるとか、何本かねインターバル走やってみるのもいいんですけども、こういった形でねペース配分に設定をつけてあげたりとか、自分の中で足のギアですね、回し方とか出力のところ、そこをですねコントロールする能力というのをですね、長い距離を走りながらでもですねやっていくことで、疲れた中でどうやって体を動かしていくか、スムーズに重心移動させることができるかというねテクニックをですね、自然に獲得することができるかなと思いますので、たまにねこういうね走り込みの練習も重要かなと思います。それから2つ目はですね、 80m 地点のマーク走ですね。もしくはミニハードルでもいいかなと思います。これはトップスピードからやや減速したところにマークを並べてですね、もう一度足の回転を上げさせてですね、リズムを落とさない形でゴールまで走っていきましょうねというね、まあアイテムを使って無理やりにペースを上げさせる練習の方法ですね。なので 80m 地点に皆さんのストライドの 90% ぐらい、ちょっと分かりづらい方はですね足で測ってもらってですね、6速調から7速調ぐらいでね、5台から10台ねマークやミニハードルを並べてみてください。なので 80m 地点っていうのはですね、 100m で言うともうねトップスピードが過ぎ去ってですね、やや減速にね入ってくるかなと思うんですけども、そこでもう一度足をくるくるくると回転させてゴールまで走っていくというねトレーニングの方法ですね。なので落ちてきやすいところでマークやミニハードルを倒さない、踏まないためにですね、素早く後ろ足を回収してくるという能力、そして素早く回収してきた足というのはですね、次の設置をする準備がね早い段階で整っていくので、自分の体の真下近くについていくというところ、そこの2つのねポイントを意識してですね、マーク走、ミニハードル走をやってみてください。はい、もう一つねトレーニング紹介させてもらうとですね、3テンポのピックアップからスプリントに切り替えていきたいと思います。ピックアップ動作というのはですね、後ろの方向に送られた足のかかとですね、これをお尻の下に素早く引き付けてくるという動作です。で、体の後ろで引き付けるのではなくてですね、膝が前方向にリード引き出されながらですね、自分のお尻の下に引き付けられてくることで、素早く後ろに送られた足を回収することができますよね。素早く回収が整えば、次の設置の準備が早い段階で整ってきますので、正しいポイントに設置をすることができるんですね。で、これがレース後半になってくるとやはり乱れてくるわけですよね。序盤ではできていたピックアップの速さというのがですね、後半になってくると遅くなってくると、まあ、やはり疲れの部分もありますし、誰かと競っていればですね焦りの部分も出てきますので、どうしてもね長く地面を蹴りたくんとね、なのでここを防ぐためにですね、このドリルをやっていきます。3テンポなので 1,2,3 のリズムの3の時だけですね、素早くピックアップをしていきます。で、この 1,2,3 のリズムをだんだんと上げていくわけですね。 1,2,3,1,2,3 とゆっくりのリズムで始まったら、 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 とだんだんと速くして、最終的に走ってしまうと。そうすることで素早いピックアップ動作をキープしたままスプリントにね切り替えることができるかなと思いますので、ドリルのね良い動きを踏襲した状態でですね走りをやってみてください。なのでね、合計の走行距離は 100m ぐらいになるかなと思います。本当にね最初は 1,2,3,1,2,3 とね、まるでねジョギングするかのようなゆっくりなリズムで OK なので、徐々にね例えば20回ねやっていく中でですね、スピードを最大限まで高めてスプリントに切り替えてあげることでですね、まあ、100m ぐらいかけてだんだんとリズムアップしていく、ギアをコントロールしていくというのがね、とても重要になってくるトレーニングの方法かなと思います。なのでこういった形でですね、トップスピードを
を上げていくトレーニング、それからスピードをキープするトレーニング、どちらかというとねテクニック的なところをね紹介させてもらったんですけども、もちろんね 300m を全力で走っていく、先ほど言った通りペース配分もですね自分の中で決めてですね最初からぶっ飛ばした方がいいのか、ラスト 100m に余力をね若干残した方がトータルとして速いのか、そのあたりですね、皆さんの戦略性、スプリンターとしての特性、このあたりがね関わってくるかと思いますので、技術練習と走る練習、これをねうまくミックスさせてですね 300m は鍛えていってもらいたいなと思います。はい、というわけで今日は 300m 走を速く走るポイント、それから練習の方法などね解説させてもらいました。もうじきね国体ありますけども、どういった形のねレースがこの全国大会で行われるかというのはねとっても楽しみですよね。 400m の選手が強いのか、それとも 200m を得意とする選手の方が強いのか、なので勝った選手の200とかね400、それから 100m のタイムなどもそうですけども、そのあたりもね分析してみるとですね 300m の攻略法っていうのがねさらに細かくね見ることができるんじゃないかと思います。まあ、もちろんね 300m を速くすることがですね最終的な目的ではないので、100m もしくは 200m、400m にですね生かせるように300m とね距離をですね皆さんねうまく走っていってもらいたいなと思います。300速く走れるとですね自信が出てきますよね。 200m に関しては200m よりもっと長い距離を走っている中でですねタイムが出てくることで、まあ後半のねスピード持久のね自信にもなってきますし、 400m に関してはですねスピードのところですよね、いかに最初の 300m を速くね走ることができるかというねベースの記録を持つことができますので、やはりね300を鍛えていくっていうのはね200、400をやるにあたってもですね非常に自分のね自信になるところですし、持っておいて損はないね一つの材料かなと思いますので、 300m ねぜひ皆さん早くしてみてください。でまたね質問やリクエストはお待ちしていますので、コメント欄にじゃんじゃん書き込んでください。ではまた。